ラーワルピンディ駅はパキスタンイスラム共和国パンジャーブ州ラーワルピンディ市にある駅である。当駅はサダンエリアの近くに位置している。1849年にラーワルピンディをイギリスが占領し、1851年にラーワルピンディは永久宿営所となった。1881年に鉄道路線がラーワルピンディまで接続され、 当駅の美しい英国植民地タイプである建物が建設された。鉄道による連絡後、この都市は南アジアで最大となる宿営所となった。イギリスが付設したラーワルピンディーからの主要な軍事基地を含むルートでは、ラホール、カラチ、ペシャーワル、クエッタ、ムルターン、ファイサラーバード、ハイデラバード、ジェーラム、シビ、サッカル、サルボーダー、シアールコート、ラルカナ、 ジャング、マルダーン、リヒムヤーカーン、バハーワルプル、グジラート、グジュランワーラー、コハト、ハーネーワール、ネワブシャ、ノーシェラ及びマラカンド峠を連絡している。ありがとうございます。